かかると思う。5分もかかるのか。さっき3分。プツプツしてる？カクカクだって。嘘。どこ乗ります？後ろ、ルーちゃん。これ前乗る。でかいから。よいしょ。はい。あ、すぐはカクカク直らないんだ、これ。よいしょ。眠い。あ、山田大先生さん、ありがとうね。山田神様、ありがとうございます。山田って言っちゃった。神様、ありがとう、ありがとう。ファンタさんとね、元カノさんがよく山田さんの枠を見に行っていたね。私も見に行ったけど、ありがとう。近所移すな、すいません。ありがとう、みんな。匿名さん、みんな名前見ました。バラされてるね。いつもだから大丈夫。あの馬屋の本店ってわかりますか、菅井の。本店はわかるんですか。住所言いましょうか。いいですか。ちょっと経路が、あ、ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい。いいですか。はい、いいですか。はい。行きます。春日。あ、電話番号ありませんか。ないですか。0568。小学生が帰ってるわ。0568。はい。89。3367。67。梅原の火災本店。はい。はい。ありがとうございます。お願いします。はい。車取りに行くだけだから、住所大丈夫でしょ。
かかってきたからね。あ、違う、自分でしょ。あ、自分でした。朝比奈に見えた。自分の顔が朝比奈さんに見えた。似てるかもね、すっぴんね。うん。いや、申し訳ない。あ、じゃあコメントにエルピが動いてる。あ、エルピさん動いてるね。え、エルピさんなんか全然変わったよね。あ、いい匂い。エルピが険しい顔してる。これをやるとね、リスナーがいなくなっちゃうんですよ。え、この肩に手を置いて、こうやってね、イチャイチャやるんですね。あ、リスナーいなくなるんだ。え、カップル配信とか、でも、え、ブーちゃんがいた時は、いや、まあ、なんとかね、応援してもらったけど。綺麗だよね。本当？うん。落ちちゃうわ。これ誰でも落ちちゃうよ、これ。本当？うん。これはダメ。これに落ちちゃう。遠距離になっちゃいますね。ね？遠距離になっちゃうの。同棲してるんでしょ。犬いる、犬。私本当に行っていいの？いいんじゃない？かな。うん。名古屋からだったら、うん、京都大阪だから、大阪行く前に関西旅してきたでしょ。京都行って、大阪行ってきたでしょ。うんうん、そうしよう。京都はね、いい町だからね。なぁ、うん、観光にはいいよ。いいですね。うん、楽しい。じゃあ、あの、エルマルさんと全員さん見てきますね。うん。え、つばにゃんさんも、朝比奈さんも今つばには絡んでくれる。うん、誰でもいいから、つばには、うん、で京都ね、外放送ね、厳しいっすよ、めちゃくちゃ。あ、そうなんですか。あ、もうくるちゃん叫ぶからダメかもしれんね。あ、警察、祝電で警察 5,6 人来て、うん、なんか反省文書かされるっす。へぇー、ここ切らされて。へぇー、めっちゃ厳しいっす。あ、そうなの。なんで？エルピの顔がじわるな。どんな顔なの？あ、何？ファンタさんどんな感じだ？ん、甘えん坊だったの？いやー、 え、甘えん坊ですか？俺はね。あ、そうなんだ。くるちゃんが甘えてたの？いや、どっちも甘えてない。どっちも甘えてないの、うん、クールですね。うん、俺甘えん坊だから。パルも甘えん坊で、エルピはクール。あ、エルピクールなんだ。クール。パルは甘えん坊だよ。そうなんだ。うん。で、バクサさんにムラムラしたけど断られたんだっけ？ムラにしてない。ああ。癒されるわ。
感情もないでしょ、いっぱい。いや、あるあるある。ある？本当？ゆいがもうね、よっさんも狂っちゃうんだよ。嫉妬しちゃう。そうそう、恋に落ちちゃうんだよ。俺はそんな甘いくないからね、うん、うん。俺はあんな奴らとは一緒にしない。あ、違うんだ、うん、いいですね。俺は